はい、オッケー。はい、勝った。はい、本堂マナ役の長尾マリオです。よろしくお願いします。はい、私も前回ちょっと他のドラマでお嬢様役をやらせていただいたんですけど、そこで学んだことを踏まえ頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。難しいので、今回はちょっと違ったお嬢様を演じられるかなと思います。1話の合併を発表された時の自分のリアクション、ちょっとマニアックすぎる。セリフも何もないんですけど、なんかちょっとえっていう顔をしてる時、あ、意外といけた顔だなって、意外と反応良かったなって。あれが一番難しいじゃないですか。 それだけだ。逆でした。セリフが一番もう、いや難しかったですね。難しかったです。そして寒かったです。寒かったね。そうだね。やっぱりあの掛け合いが一番難しい、はい、ここのメンバーだったらやっぱりいつも一緒にいるから言葉もセーフになるので言いやすいんだけど、やっぱりね、全くの初対面的な感じなので、うん、掛け合いが結構難しくて、やっぱりそのヤンキーとお嬢様っていうところで釣られて、うん、こう口が悪くはならないんですけど、こう怒号を浴びせそう、なんていうんですかね、つられてこう同じテンションになってしまう、そう何度もあります。すごく楽しかった。みんな下見に来た時のことを思い出して。でもジャニーズジュニアの方たちがすごく演技が上手かったので、私たちももっともっと事前にちゃんとここでやって練習してから現場に入ってみたいなと思います。頑張るぞ。ありがとうございます。そうですね、まだなんか何もわからない感じでも、ね、まだね、ぎこちないで、コメントが。そう。ふみえです。今回生徒会長に立候補しました、新行純平と申します。今回のヒロイン あれ、私こんな人と親友じゃなかった、おかしいな。これ何ですか？最近卵って言われて、卵置き場。私が鼻をつけてるのは、顎がめちゃめちゃ気持ちいいから。皆さん、あれですよ、一緒に乗せてみますか？違う。乗せた感じ。ファンの人が乗せた感じ。何やってんの？違うよ、普通に。どういうこと？ちょっと変わっちゃう。はい、皆さん今から画面に鼻つけてください。ちょっと難しすぎるそれ。これ恥ずかしいんですよね、なんか。あとすぐなんかです。オッケー。ちゃんと歩いてトイレに行ったなっていう確認するために、オッケーってやるんですよ、3人で。そこを三つ目で一発
目でアタックちゃん。こっちに？こっちに。あ、はい、マナですって言って。はい、マナです。そして、何話からか急に変わってしまうマナ。黒マナ。あの名台詞をお願いします。黒マナやって、黒マナやって。ふみえのことが嫌いだから。私の肉一緒だよ。言っちゃダメですか？大胆な嘘でしょ。口だけそうしていけばいい。あ、そうそう、口だけ。あ、じゃあ口だけな。けって言って、けちゃんと。え、ダメだ、うち多分カメラで。え、あなたかよ。なんだよ。焼肉弁当。あ、おそうですね、このエプロン姿は、まあ、一人一人色が違うんですけどね。あ、うん、私とマリンちゃん一緒。はーい。なるほど。ピンク二人。まあ、踏み絵は踏み絵っぽい、ちょっと、こう、おとなしめの感じ、頭がいい感じの色になってますよね。ゴシゴシと拭いてるので、本番もそれを見てくれたらいいなって思いますね。見てね。私のが一番可愛い。私のが一番可愛い。見て、超花柄はやっぱ可愛いですね。いや、なんかおばさんみたいな。実際私のが一番可愛い。あなた全然ちょっと私なんかこれすごいキャラに合ってると思うんですよね。ね、そうですか。可愛い。レイカが一番お嬢様なんです。そうなんです。メイドさんみたいだけど。お疲れ様でした。じゃあご飯食べます。ごきげんよう。ごきげんよう。またね。ごきげんよう。ごきげんよう。またね。バイバイ。バイバイ。よろしくお願いします。じゃあ、ダブルマリンの紹介します。モモコ役の北原理恵さんです。よろしくお願いします。北原理恵さん。OK です。シーン、一緒のシーンもないじゃないですか。私、翔平くんとしか一緒のシーンがないので、すごい寂しいんですけども、せっかく一緒のドラマに出てるのに。まあ、一緒にいい作品を作りましょうね。国民的アイドルっていうのを聞いてて、まあ、すごいなっていうふうに思ってます。はい。じゃあなんか、誰もが知ってる名前だと思うんで、共演できてとても嬉しいと思います。そうですね。普段共演させていただくことがあまりないので、そうですね。すごく。なんて言うんですかね。印象どんなイメージがありますか、ちゃんに。なんだろう、もうすごい感じです。どんなすごい。あの劇場公演とかで島崎遥ちゃんのことになりたいって言ってたので、ちょっとそうですね、実生活でも熱烈なファンを役作りとしてやっていきたいと思います。